ミトスは本当は悲しいのかもしれないな。どうしたの、ロイド。俺にミトスが取り付いた時、俺の中にミトスの記憶が流れてきたんだ。たくさんの人に裏切られて、それでも前を見て人を信じようとして。そうか、ミトスはあの勇者ミトスなんだよね。おとぎ話にまだなった。あいつは姉さんを、マーテルを失った瞬間に諦めたのかもしれない。そして諦めたことを悲しんでいるような気がするんだ。諦めた瞬間にミトスは仲間を失ったんだもの。ううん、仲間よりマーテル一人を選んだんだ。俺はあいつに同情しない。同情したくない。あいつのしたことは絶対に許せない。でも心のどこかであいつが改心してくれればって、そう思ってるんだ。ダメだよロイド、そんなことじゃミトスに負けちゃうよ。ミトスは敵なんだ。敵は倒す、それだけだよ。ジーニアス、お前大丈夫。ミトスに同情するのは僕の役目だから。わかった。つまりこの俺に契約の指輪を作れってんだな。地上暮らしで技術を失いつつあるこの俺によ。もうあなたしかいないのだ。技術を手にしていたドワーフは動けない。頼むよ親父。ここに全ての道具を揃えてある。こいつは研磨用のアダマンタイトだな。ん？この木は何だ？これ、神木か？火を起こすのには、これでなくてはならないのだ。もしかして、これを準備するためにあんたはテセアラを。そうかい。ここまで準備してあるのかい。こうまでされたらやらないわけにはいかねえな。ま、可愛い息子のために力を合わせるのも悪くねえよ。同じ父親としてな。ドワーフの誓い第1話。平和な世界が生まれるようにみんなで努力しようか。よし、やってやろう。これでエターナルソードを扱えるんだな。どうぞ。クラトス、どうした？ロイド、お前は本当に強くなったな。天使化していた私にここまでの深手を負わせるとは。これを持っていけ。そしてミトスを止めてくれ。私はもう動けないようだ。わかった。そいつはかなりの名刀だ。お前の手持ちの剣でそいつと対にできるような剣はないだろう。そうかな。こいつを持っていけ。昔約束したお前へのプレゼントだ。一人前の男になったお前にならこの大工様生涯最高の剣を預けられる。すげえ、この2本の剣があれば俺はもっと強くなれる。ありがとう親父。それにクラトス。何もかもお前に押し付けてしまったな。俺の父親は立派なんだぜ。息子のために失われた技術を使って指輪を作ってくれたし、息子を命がけで守って
陰ながら助けてくれたりしたんだ。おう、おめえはいい親を持ったな。ああ、じゃあ行ってくるよ父さん。行くぞみんな。オリジンがロイドについたことで、エターナルソードによるデリス・カーランの捕獲は効力を失っているわ。ってことは、ぶっちゃけた話、デリス・カーランは離れようとしてるってことだな。くそ、急ぐぞ。何としてもエターナルソードを使いこなせるようにならなくちゃ。
恨まないでよね。一旦逃げるぞ。恨まないでよね。一旦逃げるぞ。引くのも策のうちだ。これなら楽勝だな。一旦逃げるぞ。引くのも策のうちだ。三下は引っ込んで。一旦逃げるぞ。引くのも策のうちだ。連戦とはね。一旦逃げるぞ。引くのも策のうちだ。三下は引っ込んでな。一旦逃げるぞ。なんだ？いけない！罠だわ！助けて、ロイド！私たちのことより、この罠を回避する方法を
私のことは気にするな。それよりミトスを。そうか、こいつが例のロイド、デリスエンブレムだ。そいつがあれば。この仕掛けに殺傷能力はありません。心配しないで。ロイド、お前が無事ならまだ間に合う。大いなる実りを。みんな、くそ、どういうことなんだ。みんなはどうなっちまったんだ。大丈夫だ。お前の仲間の命のきらめきが感じられる。彼らはこの都市のどこかにいる。よし、みんなを探しに行く。大したことなくてね。一旦逃げるぞ。聞くのも策のうちだ。これなら楽勝だな。一旦逃げるぞ。引くのも策のうちだ。これなら楽勝だな。一旦逃げる。引くのも策のうちだ。私から出て行って。コレットだ。なんて抵抗力だ。このままでは。ミトス、
コレットから離れろ。僕に指図するな、人間のくせに。クラトスの血を引くくせに。なんだ、何が起こったんだ。よくも姉様を。人間、貴様たちを生かしてはおかない。外道がそれほどまでにマナを独占したいか。もう許さない。人間なんて汚い。どうなってるんだ、ミトス、ヨアン、父さん。ロイド、ここはミトスの記憶の中だよ。惑わされないで。どうして邪魔をする。お前と僕と何が違うんだ。僕だって世界も姉様も助けたかった。誰にも迫害されない世界が欲しかった。コレット、無事か。ロイド、うん、私は大丈夫。助けに来てくれてありがとう。私、ロイドが来てくれるって信じてた。約束したからな、二人で旅に出ようって。うん。奇跡取れないみたいだな。そうだね。でも大丈夫だと思うよ。さっきまでの頭の中を侵食されるような感じはもうしないから。ねえ、みんなは？それが罠にはまってチリジリになっちまったんだ。大変。それじゃあ早くみんなを探さないと。ああ、行こう、コレット。おかえり、コレット。ただいま。お、どうしたんだ。うん、あのね、ロイドのおかえりって言葉すごく好きなの。え、なんで。私が正気を取り戻した時もおかえりって言ってくれたでしょ。富士山岳でのことだな。うん、私嬉しかった。ロイドがおかえりって言ってくれると私本当に戻ってこれたって実感できる気がするの。そっか、俺いつでも何度でも言うぜ。